おはようございます父の日誠実礼拝を始めたいと思います。まずはじめに彰子を朗読いたします。本日の歌詞は詩偏127:3から5です。みよ、子供たちは主のたまもの。実のは報酬。若い時の子供たちは、実に有志の手にある矢のようだ。幸いなことよ。 矢術をその矢で満たしている人は彼らは門で敵当論じる時恥を見ることがない以上ですそれでは、えー、本日も神様によって新しい命が私たちに与えられ今週も一週間無事に守られここで愛する兄弟姉妹と共に、えー、共に神様を賛美できるこの礼拝をもてますことを感謝しながら えー、この1曲目ですね「あのサウザンド・リーズンというあの英語の歌もあります、えー、それをもとに作られていますが私たちをいつも愛してくださっている神様に感謝してその感謝の気持ちを込めて共に賛美したいと思いますおお立立ちちいいただだける方はお立ちくださいではご一緒に賛美しましょう 主をたたえよ魂ましよせいなる名を心すべて捧げ賛美します 賛美歌い続ける衆 「します」 หรือ さげ。賛美します。賛美します。賛美します。では、お座りください。 次の賛美なんですけれども、まあ、これは主がそばにいるからということで、まあ、今皆さんこのように礼拝に来てあの神様を賛美するっていうことを心がけてると思うんですけどもあの教会から帰って家に行ったりしてまた次の日が始まって果たしてその時にあいつも神様は 自分のそばにいてくれるのかなとか何か気にしたことがあるでしょうかね僕はたまにもう全く忘れて自分のやりたいことだったりやってることが多くていつも本当はそばにいてくれてるんだけど気づかないってことが多くありますまあ、僕今日ちょっとこういう面白い T シャツ着てきたんですけどもこれ収容会で購入したやつでまあ、もしもしジーザスです イエス様がこう電話しててくれてるんですねでいくら神様がそばにいて私たちにこう声をかけてくれる電話してくれてるだけど自分たちがこう聞く耳持ってなかったら全く聞こえなくて神様なんかいつもいないんだな、まあ、日曜日になったら来てくれるかなみたいな感じだと思うんですね。そうでではなくてやっぱ毎日のの生活の中であの いつも神様がそばにいて自分たちにいろんな知恵を与えてくれたり行動させてくれてると思うんですねそれを感謝できるように心がけて生活していきたいと思いましたでは主がそばにいるからを賛美したいと思います 「涙をぬぐい」「つまずきから引き上げてくださる」「命の地へ 絶えず感謝捧げ苦しい時きさえ賛美をする主がそばにいるから跳ねるや にいるから続きまして、主の祈りを唱えたいと思います。お立ちになれる方、お立ちください。主の祈り。天に 増します。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ、 国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。ああめん。ではおさりください。続きまして聖書を朗読いたします。本日の箇所、エペソビトへの手紙、6章1から4です。子供たちよ死にあって自分の両親に従いなさい。これは正しいことなのです。 あなたの父と母を敬え、これは約束を伴う第一の戒めです。そうすれば、あなたは幸せになり、その土地であなたの日々は長く続くという約束です。父たちを、自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ、主の教育と訓戒によって育てなさい。以上です。では、一言お祈りいたします。 愛する天皇お父様本日もこのように礼拝を捧げることができ本当に感謝いたします私たちはあなたから多くの言葉をいただいていますその訓戒教育などさまざまなことをいただき日々の生活に役立てています 毎日の生活の中であなたの言葉を常に心に留め行うことができるように私たちを導いてください私たちはあなたの言葉この父と母を敬うようにという言葉を聞き 今までどんだけ自分勝手なことをしてきたかということを本当に思いますそして自分が親となった時子供に対しても本当に自分中心でいろんなことを教えたりもしてきましたあなたが教えてくださることを私たち一人一人が心に留め 本当にそれは愛,愛が多くあり私たちはそれを感じないまま生活してきていますその愛を受け取ったことを常に覚えこの愛をあなたが知らない人たちに届けることができるように私たちを導いてくださいこの祈り尊き主イエス・キリストの皆を通し感謝して お願いいたします。続きまして先生にメッセージをしたいいただきます。タイトルは父たちよです。皆さんおはようございます。父になることは優しいですが、父であることは難しいとよく言います。今日は父の日礼拝ということで。えー 礼拝をさせていただきます先日のニュースでやっていましたが6月19日これは奴隷解放記念日としての祝日になりました40年ぶりの祝日だそうですね40年前の祝日は何だったでしょうかマーチン・ルーサー・キングの日ですねこの祝日が決まった背景には ジョージ・フロイドさんのこの警官による暴行そして息ができないということで亡くなったこの死がありますこのジョージ・フロイドさんには5人の子供たちがいますこれからの人生をお父さんなしで生きていかなければならないっていう現実があります <laughs> 厳しいですね私たち本当に祈っていかないといけないと思いいいととけ思ます先ほどのシャトルさんではないんですが私はこれをやってまいりましたこれはあのベトナムに行った時ですねあの同行してくださった女性24歳の女性、まあ、通訳をなさってくださったんですけどもおこの方がくださったものなんですね。 彼女もお父さんがいませんでしたもうベトナムは知り合う方知り合う女性みんな本当にあのご主人のいない方が多かったんですベトナム戦争長く続きましたからその戦争によってご主人を亡くされた方がとても多いんですねですから一番上のお子さんが都会に働きに出て そしてお母さんと妹や弟を養っているわけなんですね。日本とはまた事情の違う国です。はい、今日6月の第3日曜が父の日なんですけれども、これは1910年にトッド夫人が、えー、母の日に対してこれがあ,あの男女同権っていう意味愛から 父のの日がなないいいいはおかかしいんじゃないかととうことで、えー、父に感謝する行事を行ったことがきっかけとなってこの父の日があ始まりました私たちは普段どのような態度でお父さんに接しているでしょうかそういったことを考えながら今日の御言葉を味わっていきたいと思いますそれでは一言お祈りさせていただきます 愛する天の父なる神様安息の日の朝を迎えられて感謝いたします神にあって家族とされた兄弟姉妹たちがこうして無事に守られて礼拝に集えることを本当に感謝いたしますこの安息の日の日どうぞあなたによって疲れを癒し 体の回復とともに、例においても、どうぞ、新たに回復することができますように、お願いいたします。世俗にあって、私たちは、さまざまな思いになります。そして、心、魂があ、バラバラに何がちですけれども、あなたの前に静まって、どうぞ、その思い、その魂、それを一つに。 統一することができるようにさしてください。お願いいたします。父なる神をお父さんと呼べるこの特権を感謝いたします。今、世界中のお父さんを祝福してください。あなたの見教えによって子育てができますように、その信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。これからのひとときをあなたに委ねます。 どうぞ、あなたがこの中心にいてくださって、あなたの聖霊の力を注いでください。あなたの臨在を感じる礼拝となりますようにお願いいたします。この祈りを尊き、イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメンまあ、家庭のこの基礎は夫婦なんですが、そこに子供が与えられることによってとてもこう。 広がりりのある家庭となります私たち本当に不思議な縁でこう家庭が始まるわけなんですけれどもそこに一人二人と子供が加わることによって本当に祝福された広がりとなっていきます。このの家庭が祝福されたものとなるには その構成員家族の一人一人が自分の役割を果たす必要があります子供は子供なりに、えー、あります父親は父親なりにそして母親は母親なりにさまざまな役割があるわけなんですねこの役割がないとですね愛が生まれてきませんこの役割が一人一人が 大切となりますパウロは5章で、えー、妻は夫に従うようにと勧めていますそしてこの6章の始めですね、えー、子供は親に従うようにと勧めていますこの子供が両親に従わなければならないのはこれは今見言葉にありますように 主にあってというこの根本的な理由がありますそれは親は家庭にあっては主によって建てられた秩序のこの頭であるからなんです親は家庭に神が建てられた権威なのです主にあってとは別な言葉で言えば主にある限りにおいて という意味になりますですから神の御心に反するようなことであれば親の要求を跳ねつけることがあできるわけなんですね跳ねつけて構わないわけなんですその一つの例がもしも子供が教会に通うことを親が反対したり洗礼を受けることをですね 親が反対する時、えーですね、これは親の見心に沿わないこう要求ですからこれは跳ねつけてかまわないわけなんですね日本人はとかく、えー、宗教に来るっていうことを嫌がりますですからあ親心からあこれを反対するわけなんですね でもこの宗教抜きに教育をしている国ってのは日本ののにどのぐらいあるでしょうかやはり無思想っていうか無宗教この大切な神の教えのないこの教育これはあ本当に 窓を外れていいいくんじゃないかと思います日本は受験勉強で本当に自分さえ成績が良ければ他はどうなってもいいというそういったふうになりがちになります。他人を蹴落としてでも自分は大学に受かりたいそういった利己的なこの教育に、えー、なりがちとなりますね。 まあ日本これからどうなるか分かりませんけれども本当に私たちがそのことに関して祈っていく必要があります G7 でえー7人の大統領首相が並びましたけれども皆さんお顔を見てどのように感じられますかややははり信仰ののある方っていうのは穏やかな 余裕のある顔をなさっていらっしゃると感じました。はい。まあ信仰のない人間ほどいざという時に人を裏切りやすいですね。そのことは私たち生活する上で、えー、よくわかります。一人の人間が自分の 両親の問題として宗教を考え、そして信仰を持つっていうことはとっても。喜ぶべきことです。まあ、この御言葉にありますけれども、子供が自分の両親に。主にあって従うことは。正しいことだからであると教えていますが。正しいことっていうのは、どういう意味でしょうか。 これはあのエペソと並行して書かれた殺さえ人への手紙三章二十節にこのように書いてあります子供たちをすべてのことについて両親に従いなさいそれは主に喜ばれることなのですつまりこの正しいことは主に喜ばれることという意味です旧約聖書 のこの「立法」には「あなたの父と母を敬え」とあります。これは「出・エジプト記」の20章の12節にありますけれども10回の5番目に来ている第5回の前半にあります。これだけには神様のこうすればこうなるっていう約束がついています。 第五回だけなんです敬うという言葉は心から尊敬するということがなければできませんですから主にあるものが主にあって両親に対する時の態度これが敬うことに他なりませんそうすればあなたは幸せになりそしてその土地で あなたの日々は長く続くとありますこれは親孝行に伴う神の祝福なんですこの祝福は新約時代に生きる私たちにとっては霊的な祝福となります旧約時代においての祝福の反対は何だったでしょうか呪いですねこの呪いはあ神の 呪いはどんなものだったかっていうと病気だったり貧しさだったり死だったりそういった形で与えられました今はこの神の祝福は霊的な祝福を意味します主イエスの地上生涯においてご自分が神の御子であることを自覚しながらも成人されるまで 両親に仕えておられましたそのことは12歳の時に、えー、エルサレムのミアモーデに行かれた時の出来事を記しているルカの福音書の2章41から51節ではっきりと分かりますねそれからイエスは一緒に下っていきナザレに帰って両親に仕えられた母はこれらのことをな心に 止めておいたとありますそしてあの生涯最後の十字架上で「シュイエス」はご自分の母マリアのことを自分の愛する弟子信頼できる弟子に、えー、委ねられます。キリスト者にとっての親子関係はただ子供を義務と 責任ででで育てるだけではないんですね親が親としての責任を果たしていくときに子供は当然ながら親を敬うようになります。それでは親の責任とはどんなことなんでしょうか食べ物や衣服を与える扶養義務のこのような責任でしょうか それと、まあ、子供を監督する監督としてのこの責任でしょうか父たち自分の子供を怒らせたりしないで主の教育と訓戒によって育てなさいこの現在は親の権威が本当に緩みすぎているような気がいたしますけれどもこのエペソビトへの手紙が書かれたこの当時はですねとても 厳格すぎたんです。ですから、子供があ怒るということもあったようです。ですから、ここで子供を怒らせたりしないでとこういう風うにパウロは書いています。親は自分が神を子供に啓示するものであるという自覚を 持つ必要がありますまあ、親がただ洋服や食物を与えるに過ぎないい扶養者なのではないんですねまたまあ、監督者なのでもありません神を子供たちに示すものでなければならないんですだからここで主の教育と訓戒によって 育ててなさいいと教えています親が一つのこの正しい物差しを持たなければ自分のその時々のこの揺さぶられるような思いまた考えその気分や思いつきなので子供を叱ってしまいます。 親が一つのその正しい倫理観を持っていなければ子供は揺れ動いてしまいますこういった時に子供は本当に親を怒らせあ子供を親が怒らせてしまうわけなんですですから自分の思いつきや気分で 子供を叱っては絶対にいいけないですねですから親は自分も従わなければならないこの絶対的な神の御言葉に照らして子どもを教育しなければならないんです。パウロは「殺さえ人への手紙」この先ほどの続きですけれども21節でこう教えています。 父たちを子供たちを苛立たせてはいけませんその子たちが意欲を失わないようにするためです子どもの教育においてこの子どもの失望や落胆は本当に禁物ですそういうことをさせてしまうといじけてしまったり性格が歪んでしまったり します私たち、えー、聖書の中に出てくる父親様々な父親に、えー、聖書の中で教えられますけれども祭司エリ旧約聖書の中に出てくる祭司エリのことを思いますね祭司エリは父親としての務めをおろさかに しししてましまいましたそのために息子たちは手のつけられない子供に育ってしまったんです。ですからこの子供たち息子たちは神に,打たれて死にますそしてこの妻子エリはその子供たちに子供たちが神に討たれて死んだっていう報告を受けた時 そしてまた神の箱が運び去られてしまったというこの知らせ同時に受けた時椅子から転げ落ちて首の骨を折って死んでしまいます本当に後からその子供のしたことっていうのは自分の命にも関わってきますまあそういったことは本当に現代の私たちにも ここれは警告を与えていることなんですね。きちっと子供を育てないとそれが後々怖いことになって自分に帰ってきます父は家庭において善悪の基準を示してそしてまた人生の方向そして意義も示していく必要があります。 これが責任です父であるためには父となった人たちがまず私たちの作り主である天の父なる神を仰いでそしてその御言葉に従うことが何よりも大切になりますイエス様はどのような態度で、えー、人に接しられたでしょうか こシュイエスは愛と信頼と思って体当たり式で人に接していかれましたそうした結果が普通では到底心を開かないような人々が心を開いてそして新しい人間へ変えられたんですサマリアの女そしてザーカイ さまざまな人たちが新しい人間に変えられました。私の父などもクシャになってから変わりました。まあこの親子関係において変わったっていうことを言いますと、電話がかかってきても父親とは。 何も話すことがなかったんですですから気まずい雰囲気で受話器を受話器をというか電話を切りましたいつもそういう風な感じでした何を話したらいいか本当にわからなかったんですねこれが父がクリスチャンとなってものすごく変わりました自分からどんどん話すようになりました 今日は教会の献金係でその時お祈りをしたのが全部あの教会の館内にこう放送で流れるんですね。でみんなが自分の祈りを聞いてくれて嬉しかった。こんなことをあー電話で言ってくれるようになったんですね。本当に人は変わります、クリスチャン。私たちそれぞれがイエス様によって ものすごく変わったことを嬉しく思います今日はですねまあ意外な人の言葉を最後に言って終わりますね山本五十六という方がいらっしゃいますね、えー、古い方ご存知だと思いますね第二次世界大戦のまあ、大将でおられた方ですねこの方がこのようにおっしゃってますやってみせ言って聞かせて させてみてほも褒めてやらねば人は動かずまあ人を子供と例えてもいいですねやってみて言って聞かせてさせてみてあさせてみせ褒めてやらねば子供は動かず褒めることが大切です欠点を言われると誰でもムッときますから もう褒めて褒めて褒めまくって子育てに当たられてくださるようにと願います。それではお祈りさせていただきます。天の父なる神様あなたの御言葉をありがとうございます。あなたが委ねてくださった両親によってここまで育まれてきたことを感謝いたします。この世界には 親のない子どうぞその子どもたちが父なる神を知って神の守りと導きの中で生きていけるようにしてください。今元気をなくしている父たちをどうぞ励ましてください。ここに集う一人一人がそういった元気のない親たちに寄り添っていけるように あなたの香りを放っていけるようにどうぞ用いてくださいますようにお願いいたしますこれから始まる1週間どうぞあなたの栄光を表すものとさせてくださいこの祈りを尊きイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメン小塚先生ありがとうございました続きまして聖歌608番イエスは我が命を賛美したいと思います まして研究の時を待ちたいと思います。発射の方はお願いいたします。 献金をできること本当に感謝いたしますそれも一人にあなたが全てを与えてくださっていること私たちが心配してもしなくてもどういう状況でも私たちの生活の糧を本当に与えてくださっています住むところを与えてくださっています本当に感謝です私たちが自分自身で 手に入れたようなものをもののように思いますが全てはあなたが道を作り私たちが働くことができ収入を得ることができていることを本当に感謝いたしますその中から私たちが捧げたものをどうぞあなたのためにお持ちくださいこのわずかなものを通しあなたのもとに多くの人を導けるように お使いくださすべてを尊き主イエス・キリストの皆を通しお祈りを捧げます。続きまして、省エスタンか541番を賛美し、その後先生に祝祷していただきます。お立ちになれる方はお立ちください。 アーメンそれでは祝祷いたします今見舞いにおられる方々の上にそしてあなたを求める多くの方々の上に「主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき恩交わりが今も後も 限りなくありますようにお願いいたしますそして世界中の父親をどうぞあなたの聖なる力によって強めてくださいこの祈りを尊きイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン